こんにちは、金子です。今回は Excel の初級編を解説していきます。今回やっていく内容はこちらになってまして、この内容は本の第1章の部分が一気に学べる動画になってます。その本なんですけども、Amazon の本全体で新着と人気と売り上げのランキング3つあるんですけども、その全てで1位になった本になってます。もし復習とか動画見ながら使いたいという方は、動画の下の概要欄から購入ができますので、興味があればぜひ見てみてください。それでは早速やっていきましょう。 今回は Excel とは何かを解説をしていきます。Excel というのは Microsoft という会社が開発した表計算ソフトのことを Excel というふうに言います。今このように表示しているのが Excel の実際の画面なんですけれども、Excel では実際に何ができるのかというところを解説していきます。 エクセルでできることの大きな括りとしては3つありまして、まず1つ目は文字や数字を入力して、このように表を作成するということができます。そしてその表を作成した後に、このように合計とか平均、最大というような計算を行って計算式を出すことができるというのが2つ目です。3つ目はこのように作った表を元にしてグラフを作成できるという点になります。 これは実際にこの後の動画で作成していく内容になっているんですけど、Excel を使う流れとしては、手元にある資料が前提なんですけれども、例えばこの表でいくと、鈴木さんが国語で50点取った、鈴木さんが数学で80点取った、というような内容を自分で文字を入力して、そこに数字を打ち込んでいく。 というところを最初にやっていきますそして表を作成するそうすると表ができてこれが誰がどの点数を取ったかっていうのがすごくわかりやすくなるという点が1点目そしてこのように表を作成していただくとこの下のところにこの表を元に計算ができるそして国語の合計点は何点かとか平均点は何点かっていうのがすぐにわかるようになります また、後で田中さんの点数が実は数学が100点だったということがあった時に100点と書き換えた時にですね、ここの合計点や平均点が自動的に書き換わるという風な機能もあります。その後にこの表だけだとまだわかりにくいので、このようにグラフにして見てどのようになっているかっていうのをわかりやすくグラフを作成していきます。 このように Excel を使っていけば、誰がどの科目で何点を取っている、そして科目ごとの平均点は何点なのか、そして生徒別のグラフにするとどんな感じになるのかというのがですね、一瞬で見ただけでわかるというのが Excel になります。今回は Excel とは何かというのを紹介していきました。Excel というのは表を作成して、それを元に計算をして、グラフを作成して見せるということができるソフトです。 そしたらこれを実際に作りながらどういう機能があるかを理解していきましょう。そしたら早速 Excel を起動して開始していきましょう。そしたらまず Excel を起動するにはどうしたらいいかと言いますと、左下のこのスタートですね。こちらを左クリックします。で、クリックしましたら Excel はこの E というところにありますので、アルファベット順ですね。ここの E というところを探してあげましょう。その中に Excel がありますので起動していきます。 起動をしましたら、これが Excel の起動画面です。ただ、この状態で文字とかを入力できるわけではないので、最初はですね、この空白のブックというのを起動する必要があります。なので、この空白のブックの上で左クリックを押してください。そうするとですね、このように Excel が起動しました。そしたらですね、ここから表を作って、計算をして、グラフを作るというところまでしっかりやっていきましょう。今回は Excel とは何かというところを紹介していきました。 今回は Excel の理解に必須な3つの用語について解説をしていきます。これから Excel を使っていくという上において Excel の機能をいろいろと使っていく必要があります。Excel の機能はいっぱいありすぎて全部紹介すると大変なので、まずはこの3つだけでいいので覚えていきましょう。その3つというのは何かというと、まず1つ目はセルです。 セルというのは何かというと、画面が今表示されている状態なんですけども、下にですね、このようにマス目になっていると思います。で、このマス目のところなんですけども、クリックしていただくと、このように緑色の枠が動くようになっています。このようにクリックすると、そこに合わせて緑の枠が動く。というのが、この四角の一つ一つがセルというふうに言います。 ここにある四角いこのマス目をすべてセルって言うんですけども、これだとクリックしたところにどこのセルを指しているかっていうのをセルと呼んだらわからないので、ここには名前がしっかりとあります。で、どのような名前が付いているかというと、今ここの部分が選択されているとしたら、この上と左のところ、ここを見て名前を決めます。ここの上にですね、C という風に書いてありまして、左側を見るとここに3って書いてあります。なので、ここの名前はセル C3 という風に言います。 でここのところをクリックしていただくと例えばここのところ B のところがちょっとグレーになっていまして5のところがグレーになってますねなのでここの部分のセルというのはセル B5 っていうふうに言うんですねこのようにセルをクリックするとこのアルファベットのところとこの数字のところが色がついて今自分の指しているセルが D の3番ですよっていうふうにすぐわかるようになってます ここのアルファベットを書いてある A, B, C, D っていうところをですね、全部列って言いまして、ここの指しているところ、D のところ、例えばここを指しているとしたら、これを D 列っていう風に呼んだりします。そして、ここの数字を書いてある、1、2、3って書いてあるところは、行って読みまして、1行目、2行目、3行目っていう風に呼んだりします。なので、先ほどの D の3の部分だと、 この3の部分になりますので、これで3行目っていう風な呼び方ですね。3行目だとここすべてが3行目という風になります。なので、この縦のことを列、そして横のことを行っていう風にも覚えておきましょう。そして指定した一つの場所のことをセルと言いまして、この場合だとセルの D の4番を指しているという風になります。まずこれが1つ目、大事なところがセルという部分になります。次は2つ目なんですけども、この全体の用紙をワークシートという風に言います。 このワークシートなんですけども、これは無限にありまして、このようにですね、横とか縦とかかなり広くあります。これを全体的にワークシートと言います。なので、原稿用紙をイメージしていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、原稿用紙の紙自体がワークシート。そしてそこに書かれている四角いマス目、それがですね、セルという風うに呼ぶんだなと思っておいてください。そして三つ目がタブです。 タブっていうのは何かというと、このホームとか挿入とかページレイアウトっていう書いてあるところがタブになります。エクセルではこの下にあるボタンを使って文字に色をつけたりとか、グラフを作ったりとか、そういうのを押していくんですけれども、この下にあるボタンというのはですね、このホームというところが今押されています。で、この挿入というところを押すと、また違ったボタンが現れるんですね。 で、そしてページレイアウトというところを押すと、また全然違ったボタンが現れます。なので、ここのところ、ホームタブとか、挿入タブとか、ページレイアウトタブというふうに呼びまして、このボタンを押すと、その下にあるボタンが変わるというふうに思っておいてください。ここにあるタブによってですね、例えばホームタブだと文字に色をつけられるとか、挿入タブだとグラフが作成できる。 そしてページレイアウトタブだと印刷に変更できるなど、それぞれのタブで使えることが異なってきますので、このタブを押すと下のこのボタンが変わるというふうに思っておいてください。また、この上のタブなんですけれども、ここのボタンがですね、今出てないという方とか、あとはですね、ここのセルをクリックすると、この上のボタンがなくなってしまうという方はですね、ここのホームタブを2回ダブルクリックしていただくと、この上の部分が消えてしまったりとか、 あとはですね、一回押してもですね、下の部分がこうクリックすると引っ込んでしまうということがありますので、こういう風になってしまった場合は、ここのホームと書かれているところ、ダブルクリックしていただくと、このようにずっと出しっぱなしにできますので、基本的にはここの部分出しっぱなしに使っていただく方が便利なので、表示されるようにしておいてください。今回は Excel に必須な3つの用語について解説をしていきました。 まず最初に理解しておくべきところはこの一つを表すセルそして全体の用紙を表すワークシートそして上のボタンを表すタブこの3つを必ず理解しておきましょう今回は Excel でタイトルを作成していきましょうまず Excel でタイトルを作っていくには文字を入力して文字を大きくしてそして文字に色をつけて見やすくするというところまでやっていきます そうしましたら、一番上にタイトルを入力しておくと見やすくなりますので、一番上の A の1番、こちらをクリックして、 ここに入力してあげるようにしてください。Excel ではクリックしてある場所に文字が入力できるようになってますので、A の1番必ず選択している状態で入力をしていきます。そしたらですね、この状態、もう選択している状態で、そのままキーボードに入力していただくと文字が入力できます。そしたら、この A の1番に Excel 勉強という風に入力をしていきましょう。Excel 勉強ですね。このように入力をしてください。 入力ができましたら Enter キーで確定をしてあげましょう。そうするとですね、セルが一つ下に移って、これで確定になります。もし動画のスピードが自分の打つ速度より速いよって思ったらですね、一時停止をして、それで追いついたらそこから再生をしてあげてください。そうしたらですね、これで文字が入力できました。 これをタイトルにしていきたいと思いますので、文字を大きくしていきましょう。文字を大きくしたいときはですね、文字を大きくしたいセルを必ず選択します。なので今回はセルの A の1番、ここに入力をしたので、A の1番をクリックしてあげてください。そしたらですね、文字を大きくするときには、ここの上のホームというところをクリックします。このホームをクリックしていただきましたら、 ここの11って書いてあるところがあるのでここの右側にですね下向き三角形があります。ここのところを押しましょう。そうするとこのように数字が出てくるんですね。 ここに書いてある数字は、数字が小さければ小さいほど文字が小さくて、大きければ大きいほど文字が大きくなっていきます。このようにカーソルを合わせるだけでこの文字の大きさが見えるようになりますので、まあ、自分の好きな大きさを設定してあげましょう。今回この動画ではこの26っていう大きさにしていきます。で、これクリックを押すとですね、この大きさで確定になります。これが文字が大きくなって、この四角に当てはまらないとですね、そのまま文字は突き抜けて表示されるんですけれども、 このように、Excel では文字がこの A の1とかに入り切らないときは、突き抜けて表示されるっていうのも覚えておいてください。ただ、あくまでも入力したのはですね、こっちとかこっちではないので、 ここの部分でですね、文字の大きさを変えても反映されないので気をつけましょう。必ずですね、文字を変更したいなっていう時はですね、入力してある先頭のところ、ここを選択した状態で変更を加えていくっていうところもしっかり理解しておきましょう。そしたら文字の色を変えていきましょう。文字の色を変えるときは、ここのホームというところが押されている状態ですね。ここが選択されていると、ここにですね、先ほど文字の大きさを変えた下のところ、A って書かれている赤いところがあると思います。この下向き三角形、 こここを押していいただくとでですすねねろんんな種類があるんです、ね、これもですね同じくマウスのカーソルを合わせていただくとこのように色が変わるようになってますので好きな色を選ぶようにしましょう今回はですねこの標準の色のところに赤色があるので赤に設定してみたいと思いますじゃあこれ赤ですねこれをクリックしていただくとこのように赤色になりましたね この文字の大きさを変える方法だったり、文字の色を変える方法は、ワードもエクセルも同じ方法で変えられますので、このホームのこの部分で変えられるっていうふうに覚えておきましょう。そしたらですね、今この状態だと、このように突き抜けて表示されている状態なので、先ほどここの部分でこう文字の大きさとか変えても、特に反映されないですよっていう話をしたと思います。なので、それだと使いにくいので、 ここをですね、一つの塊にしてみましょう。その一つの塊にすることを結合というふうに言いますので、その結合を使っていきます。結合をするとですね、このセルとセルを一つに固めて表示するっていうことができますので、この A の位置、ここをクリックしながら、じゃあこの右側ですね、このようにドラッグをしてあげて、E の1番まで選択してあげましょう。そうすると、このように Excel では、 複数のセル選択することができます。で複数のセルを選択したときはですね、複数選択されているところがこのようにグレーの色で表示されていまして、先頭の一つ目だけは白色で表示されているので、ここだけ注意して覚えておいてください。そしたらですね、この状態で、ここの横に矢印が書いてあるものがあります。これがですね、セルの結合っていうふうになりまして、 このですね横矢印のところ、このセルを結合して中央揃えっていうのをクリックしていただくと、このようにですね、1個の塊になります。そうするとですね、他のところをクリックした後に、どこをクリックしても、ここのセルが1個塊になって選択ができるので、文字の色とか変えるときだったりとか、文字の大きさを変えるときは、どこをクリックしたとしても、 こ,このところで反映されるようになりますので、こっちの方がですね、使いやすくなりますので、このことをセルの結合というふうに言うと思ってください。で、このセルの結合はですね、タイトルとか作るときにすごくよく使いますので、このように目立たせたいとかタイトルを作りたいとかいうふうに思ったときは、結合をしてあげるようにしてあげてください。 また、ここに書かれている文字を消したいなというときはですね、セルを選択してある状態で、デリートキーを押します。単純に文字を入力しているときに消すときは、今まではバックスペースキーで消してきたと思うんですけども、Excel ではここのセルをですね、ここの文字自体を消したいというときは、そのセルを単純に選択を一回だけしてあげて、この状態でデリートキーをキーボードで押してあげましょう。で、そうするとですね、このように文字が消えます。これで文字が消えてしまったんですけども、 これ間違えて消してしまったっていう時はですね、初歩知識の方でやったコントロール Z というのをやるとですね、一つ前に戻れるというのをやったので、ここでじゃあコントロール Z をやってみましょう。コントロールキーを押しながら Z ですね。そうすると一個前に戻ります。Excel ももちろん初歩知識のところでやった機能がですね、すべて使えるようになってますので、それも駆使しながら使ってあげると、Excel の上達がすごく早くなります。今回は Excel でタイトルを作るところまでやっていきました。 Excel でタイトルを作るときは文字を入力した後にここの部分で文字の大きさを変更そしてこの下向き三角形で文字の色を変更そしてここの部分選択を押してあげたときに文字を結合してあげるというふうにしてあげると大きくて見やすいタイトルが作れるようになります今回は画面の拡大縮小をするというのをやっていきます 画面の拡大縮小というのはどういうことかというと、今こちら画面が出てまして、ここで動画で出しているこのエクセルのセルというのが大きく映っていると思います。初歩知識編をやっていただいた方はわかると思うんですけど、メモ帳で表示していたのも動画の場合はすごく文字が大きく映っていたと思うんですね。それはなぜかというと、拡大縮小という機能を使っていたからです。 でこの拡大縮小をするとですね、このように画面をですね、簡単に縮小したりとか、拡大して見やすくすることができますので、今回はこの拡大縮小をやっていきましょう。拡大縮小をやる方法としては2パターンありまして、Excel の場合はですね、この右下にですね、このバーがついています。ここのバーのところをですね、クリックしながら左側にこうやって動かすと、このように縮小したり、このように増やしたりと。 いうことができまして、マイナスマークとプラスマークですね、ここを押していただいても縮小拡大ができます。そして、ここのところ、バーのところをですね、クリックしていただいても、このように一気にバーが飛びますので、こういうふうに拡大縮小が簡単にできるということになってます。 ただ、この方法だと、Excel は拡大縮小できるんだけども、他のメモ帳を使った時に、このバーっていうのはないんですね。じゃあ、どうやって他のアプリを使っている時に拡大縮小をすることができるのかというと、Ctrl キーを押していただきましたら、マウスのホイールの上を回してみましょう。そうすると拡大します。 コントロールキーをそのまま押しっぱなしにしながらマウスのホイールを下に回すと縮小ですね。なのでコントロールキーを押しっぱなしにしてマウスのホイールを上、そして下に回すと拡大縮小が簡単にできるということになります。この拡大縮小に関してはここの右下にですね、今205%っていうふうに書いてあるんですけども、 ここはですね400%がこれが最大の倍率になってますのでこれ以上は拡大できないようになってますそしてこの拡大縮小はですね自分の画面が拡大されて見えるというところだけが変わるので印刷とか他の部分には一切関係がしないところになりますので自分の見やすい大きさで拡大をして縮小をしてそして進めていただけるといいかなと思います 今回は拡大縮小のやり方を紹介していきましたキーボードのコントロールキーを押しながらマウスのホイールを上に回したり下に回したりすると拡大縮小が簡単にできますこの拡大縮小の方法を覚えておくと例えばメモ帳だったりワードとかあとはインターネットとかしてるとき他のソフトも全てこの方法で拡大縮小ができますのでこのコントロールキーを押しながらマウスのホイールを回してあげると拡大縮小ができるというふうに覚えておきましょう 今回は表の作り方の基本について解説をしていきます。Excel で表を作るときは、ただ単に文字を入力していけばいいという問題ではありません。Excel では綺麗な表を作るために必ずルールがありまして、そのルールにのっとって作っていただくと、この後にある計算とかグラフの作成、並び替え、そういうものが簡単にできるようになりますので、Excel で表を作るときは、このルールにのっとって作ると、綺麗な表が作れるようになります。 この表のルールというのはですね、大事なところは2つありますので、その2つをしっかり覚えておきましょう。今、ここにですね、表の完成形が載っています。で、この時に大事な1つ目というのは何かというと、一番上のこの部分。この部分には必ず項目を載せるという部分になります。 項目というのは見出しとも言われるんですけれども、この項目や見出しっていうのは何を載せるかというと、すべての人に共通するものを載せるっていうのが、この項目の役割になります。 例えば、普段申込書とかあった時に、名前、住所、電話番号、生年月日、そういうのはですね、全員に共通して当てはまる項目になりますよね。なので、ここの一番上に載せるところ、ここの項目というのは、全員が共通して入力をしなければならないというのが、この項目の部分になります。なので、ここに書かれている名前とか国語、数学、英語、合計というのは、 全員が入力に当てはまる項目ということになります。そして、この項目を入力した、この下のところ、ここにはですね、上に入力した項目に当てはまる内容を下に続けて入力をしていくという風な流れになります。なので、名前と項目が書かれていた場合は、この下に書かれるのは名前が書かれるということですね。なので、鈴木、田中、木村という風に名前が書かれています。 そして、ここの国語というのはですね、国語の点数のことを指してますので、この鈴木さんの国語の点数が50点、田中さんの国語の点数が100点というふうに、点数をこのように書いていきます。なので、ここの縦にある、この国語の下のところですね、ここは国語の点数が載っている。そして数学の点数が載っている。そして英語の点数が載っている。そして、ここは合計点が載っているというふうに思ってください。そしたら実際に入力をしてみて、表を作っていきましょう。 そしたらですね、先ほどのタイトルを入力した部分から入力をしていきます。まず、ここの一番上の部分、A の3番ですね。ここに何を入力するかというと、まず最初は項目を作っていくという話でしたので、ここにはですね、名前というふうに入力をしてあげましょう。名前というのはみんなに共通するものなので、ここで名前を入力します。そしたらですね、じゃあ B の3番ですね、クリックをしていただいて、ここにはじゃあ国語というふうに入力をしていただいて、 じゃあ C の3番ですね。ここをクリックしていただいて、ここは数学。そして D の3番ですね。ここもクリックしていただいて、そしてここは英語という風に入力をしていきます。そしたら E のところは合計を出したいので、合計という風に入力をしていきましょう。このようにですね、名前、国語、数学、英語、合計という風に、全員の共通して載せたいところをまず最初に載せていきましょう。 そしたら左から順番に入れていきましょう。A の4番ですね。ここは鈴木さんがいましたので、鈴木と入力します。そしたらこれ Enter キーを押すとですね、このように開業ができますので、もう名前が決まっているときは縦に全部入力してみましょう。そしたらじゃあここの部分は田中と入力していきます。じゃあ Enter キーを押して開業ですね。その後に、 木村というう風に入力ししていきましょうこのようにですね、エンターキーを押すとセルが一つ下に下がるようになってますので、入力が決まっている場合はこのようにどんどん入力をしてあげるようにしてあげてください。そしたら鈴木さんの点数を入れていきましょう。国語はですね、今回50点という風に入力していきます。これも縦に入力していくんですけども、ちょっとわかりやすくですね、鈴木さんの点数だけをまず入れていきましょう。じゃあ数学のところですね、数学のところを入れて80点。 そして、英語の点数もクリックして40点という風に入力していきます。そしたら今度は田中さんですね。田中さんの点数、国語の点数から入れていきます。で、国語の点数は田中さんなかったということで、休んだという風になってます。なので、数学から入れていきましょう。そしたら20点ですね。で、ここもクリックして20点。そして木村さんですね。ここも50点。そして、60点。 そして40点ですね。このように入力をしてあげてください。合計というのはこの後関数という計算式を使って解いていくようにしますので、まだここは入力しないでください。そうしたらですね、これで先ほどの表が完成しましたで。この表をどうやって見るかと言いますと、例えば田中さんの数学、知りたい場合はですね、田中さんがここにいるので、田中さんの点数っていうのはこの横になります。 なので、田中さんの点数はこの横で見ていただいて、で、数学の点数っていうのがどこになるかというと、ここなので、ここの部分ですね、ここの交差で交わったところが、田中さんの数学の点数が20点と。 いう判断ですね鈴木さんの場合は鈴木さんの点数がここそして英語の点数だったらここの部分になりますのでこの点数で交わった鈴木さんの英語の点数が40点という風な見方をしていきますこのようにして表を作成すると誰が何の科目で何点取ったかっていうのが一瞬でわかるようになりますこれが表の作成の基本です このように一番上のところには項目を入れてあげて、その下にですね、それに当てはまる内容。これをデータって言うんですけれども、このデータを入力してあげるっていうのが、 表を作る時の基本だと思ってください。そしたらですね、ここが名前が例えばフルネームだったりとか、この科目名が長い名前だったりとかして、横に入りきらない時があります。ここのセルに文字が入りきらない時は、突き抜けて表示されますよっていう話をしたんですけれども、それはですね、タイトルの部分では横に何も入力されてなかったんですけれども、ここの国語とか数学というところはですね、横に文字が入力されてしまってるんですね。なので、そういう時は突き抜けて表示することができません。 なので、ここ、どうやって横幅を広げていくかというと、そこの場所を広げたいときはですね、ここのアルファベットの間、B と C の間だとしたら、ここの部分にマウスのカーソルを合わせると、矢印が横に向きます。この状態でクリックをしながら右にやると、こうやって広げられます。で、この状態でクリックをしながら左にやると縮められます。こうやってですね、クリックをしながら右に動かしてあげると広げられて、左に動かすとこのように縮められると。 いうふうに思ってください。また、この部分、ダブルクリックすることによって、このように自動的に調節することもできますので、このような自動調整もすごく便利です。ただですね、自動的に本当に調整されるので、ちょっと小さいなと思う場合はですね、ここの部分クリックしながらこうやって広げてあげるというふうに自分で調節をするようにしましょう。で、この行のところも同じようになります。ここの部分も広げたいなという場合は、数字のところですね、合わせていただくと、この数字の間でクリックをしながらこうやって広げてあげると。 そうすると広げられるようになります。これもダブルクリックすると自動調整ができるようになりますので、広げたり、 こういうふうに横幅が足りなかったら広げたりそして縮めたりっていうのを駆使して表を作っていくようにしましょうそしたらですねこの表を作ってる時に誰か途中で入力し忘れたっていう時も結構よくありますそういう時はどういうふうに対処したらいいかというとここの田中の間に誰か入れ忘れたっていう時はですね田中のこの左側5行目のところですね5のところを右クリックしてあげましょう そうすると、ここにですね、挿入っていうのがあります。これを挿入をですね、左クリックしてあげると、このようにですね、卑怯が挿入できるんですね。なので、Excel は後からこういう風に入れ忘れたっていうところも、右クリックしてあげて挿入することによって、簡単に増やすことができます。そして逆に、ここはもういらないなっていう時が出てきた場合ですね、例えばここに誰かが入力してあって、必要なくなったという時は、右クリックを同じように5行目のところでしてあげましょう。 で、そうしたらですね、ここのところで削除というのがありますので、この削除をクリックしてあげましょう。なので、表で入れ忘れたとか増減したいっていうときは、この右クリックの挿入、そして削除、これを使うようにしてあげましょう。この挿入と削除に関してはですね、この列のところでも右クリックして挿入してあげると、科目を増やしたりということもできますので、このように科目が必要な場合は、同じように右クリックをして、挿入、削除というふうに増やしてあげるようにしてください。 今回は Excel で表を作るための基本を紹介していきました。Excel で表を作るには必ず一番上のところを全ての人に共通する項目と呼ばれる見出しを作る必要があります。項目を作った後はその項目に当てはまるようにこの下の部分、データと呼ばれる部分を入力して作成していくという風になります。今回は表に背景色をつけるというのをやっていきましょう。 前回表を作成したんですけれども、この表を見るとですね、名前とか国語、数学のところが、ここが項目になっているのが、パッと見だとわかりにくくなっています。これはなぜかというと、項目の下に書いてあるこのデータと呼ばれる部分が、項目と同じ色になってしまっているからなんですね。なので、この項目は項目ですよというふうに、一目見たときにわかるように、項目に色をつけていくようにしましょう。 では、項目に色をつけるとどのようになるかというとですね、このように見やすくなります。項目のところにこのように青色を入れて、文字を白くすることによって、ここが項目というふうに一瞬でわかるようになりますので、これを作っていきましょう。そしたらですね、項目に色をつけるときは、文字を色をつけるときと同じです。そしたら、ここの A の3番から E の3番、ここまでクリックしながらドラッグを押してあげてください。 そしたらですね、背景に色をつけるときは、このホームのところにあります、このバケツのマークを使っていきましょう。このバケツのマーク、下向き三角形を押していただくと、ここにテーマの色って書かれているところがあります。で、この下のところにいろんな色があるので、これもですね、マウスを合わせていただくだけで、この下のところの色が変わっているのがわかると思います。なので、今回はですね、わかりやすく青色をつけてあげましょう。 この青色をつけてあげるとこのようにですね、色が変わっているのがわかると思いますので、このように青をつけてあげます。ただですね、背景に濃い色を使ってしまうと黒色の文字がわかりにくいという風になりますので、文字を白くしてあげるとわかりやすくなります。それでは文字を白くしてみましょう。 文字を白くするにはどうしたらいいかと言いますと、今のこの文字を選択してあげて、この状態で Excel 勉強と変更した時と同じです。ここの A って書かれているところがありますので、この下向き三角形ですね。ここを押してあげましょう。そしたら、この中からですね、一番左上のやつがですね、白色のやつなので、白色を選んであげましょう。ここでですね、クリックをしてあげます。そうするとですね、他の部分をクリックすると解除になりますね。そうしたら、ここの部分がですね、背景が濃い青色になって、 文字が白色になりました。そうすると背景が濃くて見やすくてなおかつ白文字にするとその文字も見やすくなります。そして背景に濃い色がついていることによってこの項目とデータの 区切れ目っていうのがパッと一瞬見ただけで分かるようになるというメリットがあるので表を作る時はですね必ず一番上のところに色をつけてそして濃い色を設定した場合は必ず文字の色を白色にして分かりやすく見やすくしてあげるようにしてあげてください今回は背景に色ををける方法を紹介ししていきました。今回は表に罫線を引く方法を紹介していきます 経線というのは何かというと、エクセルに線を引くことを経線と呼ぶんですけれども、なぜそれが必要なのかというと、エクセルには今このセルにですね、グレーの線が入っていると思います。このグレーの線というのは入力する時の目安になるものになってまして、印刷するときは印刷がされないんですね。なので、この状態で例えば印刷をしようとすると、この表がですね、どこで区切れているのか分かりにくくなっています。それではまず印刷画面一瞬見てみましょう。 印刷画面を見るときは、ですね、この左側の上のファイルというところ、こちらをクリックします。そしたら、ですね、ここのところ、印刷というところがありますので、ここを見てみましょう。そうすると、画面がちょっと見にくいと思うんですけれども、ここの部分ですね、ここの部分が線が入っていないのがわかると思います。なので、ここのボタンで印刷が通常できるんですけども、この状態で印刷をしてしまうと、この表がですね、線が入っていないので分かりにくい。なので、ここにですね、線をつけるというのが、罫線です。 そしたらですね、罫線をつけていきましょう。そしたら罫線というのはどうやってつけるかと言いますと、まず線をつけたいところを選択してあげます。そしたら、この線をつけたいところ、今回は A の3番からこの E の6番、ここはですね、表になりますので、A の3番をクリックしながら E の6番、ここまで選択をしてあげましょう。そしたら、ここの部分に線をつけたい場合はどうするかというと、このホームのタブにあります、 このタブですね。先ほど項目に色をつけると、このバケツの左側、ここのところですね。下向き三角形を押すと、このように形線というのがいろいろと出てきます。で、ここにいろいろ線の種類があるんですけれども、これはどこに線をつけたいですかっていうのを指しているんですね。なので、選択した場所の右につけたいとか、左につけたいとか、外につけたいっていうふうに選べるようになっています。で、この時にですね、一番よく使う表に線を全部つけるときはですね、ここの格子っていうのを選びましょう。 で、この格子をですね選んでいただくとこの全体的に線がつくようになりますのでこの格子をクリックしていただくとこのように黒い線がつきましたよくわかりにくい場合はですね外側をクリックしていただくとこのように線がついているのがわかると思いますじゃあですね確認で見ていきます先ほどのファイルというところですねこちらをクリックしていきましてここの中からですね印刷こちらをクリックしましょう そうするとですね、ここの部分、先ほどはこのように罫線が入ってなかったんですけれども、今回は線が入っているのがわかるようになります。このようにですね、線を入れていただくと、印刷したやつとかが線がちゃんと入ってて見やすくなりますので、必ず表を作るときは罫線を使って見やすい表を作ってあげてください。そしたらですね、左上のこの矢印で戻っていきます。 今回は、罫線の種類で、ここの格子を選んだんですけれども、この格子以外にもですね、好きな線の種類とか場所を選べるようになってますので、状況に合わせて選ぶようにしてあげましょう。また、今やってきた、ここの項目の作成、そして背景に色をつけて、文字の色を白くする。そして全体を罫線で囲む。ここまでできればですね、合計点とか平均点を作れる、このような集計する表も簡単に作れるようになります。 このように科目とか合計、そして平均最大、最低、出席人数というふうに項目をまず作っていただいて、そこに背景の色、オレンジをつけて文字の色を白くしていきましょう。で項目を入れた後はですね、科目だけはここのところで国語と数学と英語っていうふうに分かってますので、科目のところだけ国語と数学と英語を入れていきましょう。で合計とか平均点はですね、まだ内容がわからないので、空欄にしておきます。 で、ここ全体をですね、囲って、このように先ほどの罫線をつけてあげると、これで集計する表が完成しますので、全く同じ作り方で作れるようになります。なので、ここの画面を一回一時停止して、この集計表をまず作ってみましょう。この集計表が作り終わったらですね、この後にこの集計表を今から作っていきます。そしたら答え合わせとして、先ほどの表に作っていきます。 ここの部分ですね。A の8番のところに入力をしていきますので、ここに科目をまず入力します。そしたら B の8番ですね。ここに合計ですね。で、次は C ですね。ここのところで C のところに平均。そして D のところですね。ここに最大。そしてここは最低というふうに入力をしていきまして、この F のところは出席人数というふうに入力していきましょう。 そしたら、科目だけは分かっていますので、科目のところは国語、そして数学、そして英語というふうに入力をしていきます。入力しましたら、一番上のところ、項目のところには色をつけていきたいと思いますので、項目をすべて選択。その後に、ここの下向き三角形のところから、オレンジ色。何色でも大丈夫です。ここは今回はオレンジにしておきます。オレンジ色ですね。で、文字の色を選択を押してあげて、文字の色を白にしておきましょう。 そうすると、このように項目ができました。で、これをですね、全体を経線で囲みますので、全体を選択して、ここの経線の格子っていうのを選びましょう。そうするとですね、このように簡単に集計表が作れるようになりました。Excel ではこのように表を作成して、で、集計するっていうところもあが、表計算ソフトというふうに言われている理由なので、この次の動画ではですね、この合計とか平均とか最大とかの計算を行っていきましょう。 今回は簡単な関数を使用するというのをやっていきます。Excel には簡単に自動計算をしてくれる関数という機能があります。その関数を使うことによって合計とか平均とか最大というのをですね、一瞬で出すことができます。また、この関数を使って計算式を解くことによって元の表が書き換わった時に自動的にその計算をしてくれるというメリットもあります。そしたら今回はですね、合計、平均、最大、最低、出席人数 この5つを関数を使って解いていきましょう。そうしたら、まずは国語の合計点を出していきたいので、国語の合計点が表示される場所を必ず最初にクリックしておきましょう。そうするとですね、ここの空欄のところに国語の合計点が入るようになります。そしたらやっていきましょう。まず、ここのホームというところが押されていることを確認してください。そしたらですね、この右側にですね、このシグマのマークがあるんですね。このマークのことをシグマって言うんですけども、この下向き三角形を押しましょう。 押すとですね、ここにですね、合計、平均、数値の個数、最大、最小値という風に書いてあるんですね。これは、ここの部分と全く一緒です。合計は合計、そして平均は平均、そして数値の個数というのはですね、この出席人数で使っていきます。で最大は最大ですね、最低は最低という風に使っていけるので、まずは合計を使っていきましょう。合計の文字のところをクリックしましょう。 そうするとですね、このようにイコールサム B6 から B8 というふうに書かれているのがわかるんですね。ここに書かれているこの式をですね、数式っていうふうに言います。で、これの読み解き方なんですけども、合計って書かれているところがこのサムっていうのが合計ですよっていう意味なんですね。エクセルでいうサムは合計っていう意味になります。 で、このカッコして、今 B6 から B8 って青く書いてあるところ、これがですね、今選択されているところですよっていう意味になります。なので、この選択をですね、クリックすると選択変えられますので、B4 から B6 に変えてあげましょう。なので、B4 のところをクリックしながら、このまま下にこうやってドラッグをしてあげましょう。そうするとですね、この中が B4 から B6 っていう風に変わったと思うんですね。 これはサム関数、合計を出しますという意味で、こっちの B4 から B6 というのは、B4 から B6 を選択しているので、B4 から B6 の合計を出しますよっていう式になっているということになります。選択までができましたら Enter キーを押しましょう。Enter キーを押すと確定です。そうすると100っていう風うに答えが出てきました。50点と50点足して100点ですね。 では、この関数っていうのはですね、追加で入力されたやつとか、削除したやつも反映されるようになってますので、そしたらですね、ここの田中さんのところに点数で100点を入れていきましょう。100と入力をしていきます。で、Enter キーを押すとですね、その瞬間にここの国語の点数が200点に変わったのがわかります。 このようにですね、関数を使って、そこからそこっていう風に選択をしておけば、この関数の中がですね、自動的に計算をされてくれますので、先ほど指定した B4 から B6 ですね、ここの中の合計が常に変化をして、 ここにに表示されれれるるようななってくくが関数のすすごく便利なところですそしたらですね、平均と最大、最低、出席人数もやっていきましょう。じゃあ平均はですね、まずは関数を入れたいところ、ここの解きたいところをまずクリックします。そうしたら先ほどとやり方はないですね。右上にあるシグマのマークの下向き三角形。そして平均ですね、ここをクリックしていきます。 そうするとですね、今度はここが青くなっちゃっているので、アベレージっていうのがこの平均っていう意味ですね。確保した中のセルが平均されるようになってますので、ここの国語ですね、ここからここまでを選択してあげましょう。そうすると、アベレージが平均。そして B4 から B6 なので、この B4 から B6 の平均が求められますよっていう意味ですね。じゃあエンターキーを押しましょう。 そうすると 66.、66.6667という風に出てきました。ここの平均点がこれということですね。じゃあ、最大もやっていきます。じゃあ、最大はですね、同じくこの下向き三角形から最大値ですね。ここをじゃあ、クリックしましょう。そうすると、MAX っていう出てきて、MAX が最大って意味ですね。そうしたら、またさっきと同じく国語のところを全部選択していきましょう。 そしたらですね、これ MAX で B4 から B6 っていう風に出てるんですけど、MAX っていうのは何かというと、この選択した中の一番高い数字はどれかっていうのを探してくれます。なので、この今選択してる青いところですね、これ一番高い数字って100ですよね。なので、ここの MAX の最大は100になります。これで Enter キーを押すと、このように100になりますね。じゃあ、ここのところが80点とかに変わった場合、どうなるかというと、80にしてみましょう。これですね、80点に変わりました。 このように最大を出すときはですね、その選択したセルの中から一番高い数字が出てくる。これが MAX という関数になります。そしたらですね、最低も出していきましょう。最低もクリックしていただいて、ここのところ、下向き三角形ですね。ここから最小値ですね。 これも同じやり方です。ここの国語のところを上から下まで選択をしましょう。で、この民っていうのが最低っていう意味ですね。なので、この民間数って呼ばれまして、これも B4 から B6。ここの中の一番小さい数字がここに表示されます。なので、この中で一番小さい数字っていうのは50点が被ってるので、50と表示されるということですね。じゃあ、エンターキーですね。そうすると50ですね。じゃあ、何か1個20点とかにしてみましょう。ここですね。20点に変わったのがわかります。 そしたら出席人数もやってきますね。出席人数もやり方は同じです。ここの下向き三角形から数値の個数ですね。ここを押していただいて、これはカウントっていうのを使っていきます。 カウントっていうのは何かというと、選択したところに数字が何個入っているかっていうのがカウント関数ですね。数を数えるっていう役目になってます。なので、ここのところですね、選択をしてあげると、国語の数が何個入ってますかってことですね。これは数字に関係なく何個入っているかっていうのを聞いてます。なので、ここ数字がですね、1個、2個、3個なんで、ここの出席人数に入るのは3が入りますね。エンターキーを押します。 こ,こですね3が入りましたそしたらじゃあここの国語の田中さんの点数これをですねデリートキーで消してみましょうこうですね2っていう風になってますよねなのでここの B4 から B6 までに 文字が入力されているところが今2個しかないってことですね。ここの部分は空欄になっているので、数として数えないということで、ここが2というふうに表示される。これがカウント関数になります。そしたらですね、この数学と英語の部分のこの合計平均最大最低集積人数ですね。この部分に関してはもうすでに解けるかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。そしたらですね、一時停止してやってみてください。そしたら答えをやっていきます。 そしたら、数学の合計のところですね。これも下向き三角形を押して、合計。これを押します。で、ここのところは数学ですね。聞いてるのは。なので、国語じゃないので気をつけてください。数学のところを選択して、エンターキー。ここですね。このようにやると、このところが、合計が解けるということですね。じゃあ、平均のところも下向き三角形から平均。そして、数学のところですね。で、エンターキー。で、最大も同じですね。ここから最大を選んで、 数学のところを選択してエンターキーですね。で、最低も同じです。ここから最小値。そして数学。そしてエンターキーですね。で、全部同じですね。出席人数も数値の個数。これも数学にして、このように解いていただくと3とそしたら、ここの英語の合計ですね。こちらを出していきましょう。これも下向き三角形から合計。そして、英語のところですね。ここ間違いがちなんですけど、英語のところから出していきます。ここですね。エンターキーを押して。で、平均ですね。 平均を選んで英語から取っていきましょうこのようにですね、全部やっていきます。最大を選んで英語。ここも最低を選んでいきましょう。最小値から英語を選んで、出席人数も最後にやっていきましょう。出席人数は数値の個数ですね。このようにやっていただくと、国語、数学、英語の合計、平均、最大、最低、出席人数というのが解けまして、例えばここの国語のところを変えればですね、 ここの点数が変わったりとか、英語のところを変えたらですね、ここの点数が変わったりというふうに変更がされます。なので、このように合計とか平均とか最大とか出したいときは自分で文字を入力して数字で170とか56とか大体の平均を求めるのではなく、この関数を使って求めるようにしましょう。今回は簡単な関数の使い方5つ紹介していきました。 今回はオートフィルの使い方を紹介していきますオートフィルというのは計算式を1つ解いた後にそれを複数全部同じのを続けてやっていくっていうのがオートフィルになります例えばですね合計を出した時に先ほど国語数学英語という風に1個ずつ解いていただきましたただですねこのように鈴木さんの点数で合計点田中さんの点数で合計点木村さんの点数で合計点という風に解いていきたい時に この鈴木さんとか田中さんが、例えば100人とか1000人いたときに、1個ずつ合計を求めてサム関数というのを使わないといけないです。それはさすがに大変なので、そういうことにならないように、一つ一番上ですね、この鈴木さんを解けば全てに適応させることができるのがオートフィルになります。そしたら実際にやっていきましょう。まずですね、この鈴木さんの合計点、ここを解きたいので、合計点のこの E の4番、こちらをクリックしましょう。 そしたらですね、ここのシグマのマーク、この右側の下向き三角形、ここをクリックします。そしたらこの合計ですね、こちらをクリックしましょう。そうするとこのようにサム関数 B4 から D4 というふうに出てきまして、この合計の範囲が B4 から D4 でこの青くなっていると思います。で、この青くなっているところがですね、もうすでにこれ合っている場合はこのまま Enter キーを押すだけで大丈夫です。では Enter キーを押すとこのように170というふうに出てきました。 これは先ほどの合計を解いたときと全く同じです。ただ、ここからが違います。これをですね、田中さんとか木村さんとかで全部やっていくのではなく、今解いた鈴木さんのところをまずクリックしましょう。クリックしましたら、ここの右下にですね、この緑色のボツッと四角くなったところがあります。ここの上にですね、マウスのカーソルを合わせると、黒色のプラスになるんですね。白色のプラスマークのカーソルから黒色のプラスマークになります。 なので、この部分を見つけていただいて、この上でですね、ダブルクリックをしましょう。この黒色のプラスマークの状態でダブルクリック。そうするとですね、このように全部答えが出てきます。もしですね、本を見ながらやっている場合は、ここの点数がですね、こちら木村さんが50点になってまして、で、この英語の点数がですね、ここ20点になってますので、170、140、150っていうふうに、このように変わっているかなと思います。 このオートフィルを使えばですね、鈴木さんの一番上、ここの部分だけを解いていただければ、100人いても1000人いても、こ,この右下のところでカーソルを合わせてダブルクリック。これで全員分が一気に解けるようになるっていうのが、これがオートフィルのすごいところです。このオートフィルのやり方なんですけれども、ここの今右下のところダブルクリックするっていう方法でもできるんですけど、もう一個やり方がありますので、それも覚えていきましょう。どういうふうにやるかと言いますと、ここの部分、では2つ消しておきます。 では、この合計の E の5番と E の6番を選択して文字を消すときはデリートキーですね。デリートキーで消しましょう。そしたら、ここのところ E の4番を選んで、今の右下のところですね、ここダブルクリックをしないで、クリックをしながら下にドラッグをしてあげましょう。クリックをしながら下ですね。そうすると、このように範囲を選べますので、そこで離してあげると、 これでもオートフィルができます。基本的には最初に紹介したダブルクリックの方がすごく便利なんですけども、たまにですね、状況によってはダブルクリックができないっていう時もありますので、そういう時はですね、このようにクリックをしながら下にドラッグをして、そしてそれでオートフィルをしてあげるようにしてください。今回はオートフィルの方法を紹介していきました。オートフィルは一つ関数を解いて、その右下のところにあるカヤソルを合わせて、そこをダブルクリック、もしくは下に このようにカーソルを引っ張ってあげると、これでオートフィルができると。そしてオートフィルしたところは自動的に計算式が入って、計算をしてくれるという風になります。オートフィルにはこの計算式を反映させる以外にも、他にも機能がありまして、番外編として解説をしていきます。どういう時にオートフィルが別で使えるかというと、番号を振りたい時など、連続的な数字とか入れたい時にもオートフィルが実は使えるんですね。 じゃあどうやって入れるかというとですね、じゃあ今回は A のところに入れていきたいと思います。なので A のところを右クリックしていただいて挿入をしましょう。そうするとですね、このように表示がされたかなと思います。じゃあここの一番上 A の3番を番号というふうに入力をしていきましょう。項目をまず入れます。で今回は番外編なので、ここのところ色は入れないで番号を下にずらっと1234というふうに入れていきたいなと思います。そしたらですね、ここのところ 1>, 1というふうに入力していただいて、2と入力していきましょう。このように入力していただきましたら、ここの2つを選択します。この連続的な数字を入れるときはですね、1、2と2個入れてから2つの数字を選択をしてあげて、この状態でダブルクリックをしてあげましょう。この状態でダブルクリックすると、3までこのように引っ張れたと思います。 この3まで引っ張れたのは横がですね、木村さんまでしか入力をしてないので、この3のところで止まっちゃったんですね。なので先ほどのオートフィルのところでも説明したんですけれども、このように止まっちゃってできないというときはですね、この右下のところ、オートフィルのところをクリックしながら下にドラッグしてあげましょう。 なので、今ここ3つですね、選択されている状態で大丈夫です。ここをクリックしながらこのように英語のところまで引っ張ってあげて話してあげましょう。そうするとこのように12345678という風に連続的な数字が引っ張れるので、この方法でですね、番号を付けたい場合はオートフィルを使ってつけてあげてください。 この時の注意点はですね、必ず2つを選択するというところに注目してください。これもしですね、この1番のところ、ここだけしか選択しないで、このようにクリックして引っ張ったとしてもですね、このように全部1になってしまいます。なので先ほどのように連続的に数字を出したいなという時は、2つを必ず選択して、それでオートフィルスするようにしましょう。じゃあ Ctrl-Z で戻りまして、2つを選択して、で、この右下のところですね、 これをダブルクリック。そしてオートフィルをするという風に覚えておいてください。そしたらですね、今ここの部分追加しちゃったよっていう方はですね、ここの A のところ右クリックしていただいて削除をしていただくと、今追加したところを消せますので、このように戻してあげてください。このような連続した数字とかデータを作りたい時っていうのは結構よくありますので、このようにオートフィルする方法も知っておくとすごく便利です。 今回は関数の問題点と数式の確認方法を紹介していきます。Excel では関数を使うことによってこのように合計とか平均とかを簡単に解くことができました。ただですね、この関数はこのまま使用していただくとかなり問題が発生してしまいます。なのでどういう時に問題が発生してしまうかっていうのを見ていきましょう。 そしたらですね、この集計に関してなんですけれども、先ほどこの元の表の下に入力をしていきました。ただですね、このように集計を下に作ってしまうとかなり問題が起きまして、何かというと、4人目、5人目、6人目と入力したいときに、下に入力するところがないんですね。なので、この集計をですね、今回は元の表と被らないように、右側のここの部分に 移すようにしましょう。じゃあ移動させるときはどうやったらいいのかというとですね、これは切り取りと貼り付けというのをやっていきます。切り取りというのはコントロール X。そして貼り付けというのはコントロール V を押すことによって貼り付けができました。そしたらですね、移動させていきましょう。じゃあこの A の8番を選択してから F の11ですね。ここの集計の表全部を選択してください。そしたらコントロールを押しながら X。 そうするとですね、このようにエクセルだと点線が出てきます。なので結構わかりやすいかなと思います。そしたらですね、これを移動させるところをクリックしていきましょう。今回はですね、ここの G の3番に移動させていきます。 この時にですね、選択するところは一箇所だけで大丈夫です。ここの一番先頭の部分ですね、科目っていうのが一番先頭になりますので、ここがですね、どこに表示されるかっていうところを聞いてますので、この G の3番に科目っていうところが表示されて、あとはですね、自動的に配置をしてくれます。じゃあ、この状態でコントロールを押しながら V ですね。そうすると、このように下にあったやつが、この上のところに貼り付いたと思います。これで移動ができました。 そしたらですね、ここの木村さんの下に後藤さんを追加していきましょう。じゃあ、後藤というふうに入力をしていきます。入力しましたら、ここの点数、数学の点数、英語の点数、全部100点で入力してみましょう。100点ですね。このように入力をしていきます。ここですね。そしたら、経線もつけていきましょう。経線自動的につかないので、全部を選択していただいて、ここのところですね。 この下向き三角形を選んでもいいし、前回この格子っていうところを選んでいただくと、この左側にですね、ここの部分、前回選んだところが出てきてます。ここを押していただいても格子になりますので、ここでも大丈夫です。これはですね、以前にやった背景の色とか文字の色とかも全部同じですね。前回使った色がここに表示されているので、そこを使うことによって、前回と同じ形線、格子っていうのが使えるようになります。 そうしたらですね、このように入力ができました。そうしたらですね、ここの合計も解いていきましょう。これはですね、先ほどのシグマのところから解いてもいいんですけども、もっと簡単な方法としてはオートフィルを使えば OK ですね。なので、一番上でもいいですし、この一個上、ここでも大丈夫です。 ここのところから同じサム関数を持っていきたいってことなので、ここをですね、ダブルクリック、もしくはクリックしながら下に引っ張ってあげると、このように関数がすぐ解けるので、上と同じだったら、このオートフィルを使ってあげるようにしましょう。そしたらですね、これ一見問題ないように見えるんですけれども、実はですね、ここの右側を見ていただくと、このようになってます。これ何が問題なのかというと、ここの合計点200点というふうに出てます。ただ200点っていうのはですね、 50点、100点、50点、100点なので、これ合計300点になってますね。で、最大もですね、例えばここのところ100点となっているんですけど、数学も80点、英語も40点というふうになっていまして、後藤さんが100点全部取ったのに反映されてないんですね。で、このようにですね、反映されてないかもしれないときはですね、先ほど実はなかったこの緑色のマークがつきます。 で、クリックするとですね、このように警告マークがついてまして、このようにですね、追加項目があった時に、自動的に反映されてませんよっていうのを表す時によく出てくるマークなんですね。必ずしもそういう時だけではないんですけれども、そういう時によく出てきます。じゃあこれ本当に反映されてないかっていうのを確認するために、この合計のところの200点、ここの H の4番をクリックしていただいて、数式の中身を見ていきましょう。数式の中身を見るときはどうしたらいいかというと、キーボードの F2 を押しましょう。 キーボードで F2 を押すとですね、このように数式が見れるようになります。でこれ、ノートパソコンを使っている場合はですね、F2 を押してもパソコンの機能が使われる場合がありますので、その場合はキーボードの一番左下にあります FN キーというのを押しながら F2 を押してあげてください。そうするとですね、ここの数式の中が見れると思います。 で、この数式の中を見るとどうなるかというとですね、範囲として選んでるところがこの青色になってると思うんですけど、ここのですね、数式で選んだところもしっかり青色として範囲になってますね。で、ここをしっかり見るとですね、ここの青色の範囲がですね、一番下が入っていないのがわかります。なので、この後藤さんの点数が反映されてませんっていうのがわかるんですね。じゃあ他のも見てみましょう。 この数式を一回見たやつをキャンセルするときは必ずエスケープキーを押しましょうエスケープキーを押していただくとキャンセル扱いになりますこれエンターキーを押しちゃうと何か変更を加えたときに確定になっちゃうので必ず数式を見たときはエスケープキーでキャンセルするっていう癖をつけましょうじゃあエスケープキーですねこのようにキャンセルができますそしたらじゃあこの英語のところも見てみましょう英語のところもクリックして F の2番ですねそうするとこのようにですね青いところが入っていないのがわかります このようにですね、先ほど解いた数式が全てずれてしまっているので、どうしたらいいかというと、この数式をですね、全部やり直すとなると、毎回毎回増えるたびにやり直さないといけないので、すごく大変になります。なので、それをですね、解消してくれる機能がテーブルという機能があるんですね。 テーブルという機能は次の動画で学んでいきましょう。今回はですね、関数の問題点と数式の確認方法を紹介していきました。関数はすごく便利なんですけども、追加があるとですね、自動的に反映されないっていうところが問題点なので、この次にやるテーブルっていうやつを使うというふうに思っておいてください。今回はテーブルの作成について解説をしていきます。Excel にはテーブルという機能があるんですけれども、このテーブルという機能は 追加したデータが自動的に反映されてくれるという機能を持っています。なので、今回はテーブルを作成して、ここの後藤の追加したデータが自動的に反映されるかというところを見ていきましょう。そうしましたら、この後藤さんのデータを消していきたいなと思いますので、データを消す方法は2つあります。 一つ目は一つ前に戻るという Ctrl Z を何回か押していただくと戻ることができますので Ctrl を押しながら Z を何回か押していただくと先ほど追加したデータをこのように戻ることができます一つ前じゃなくて Ctrl Z が使えないというような場合はですねこの7番のところを右クリックしていただいてそれで削除していただいても後藤さんのデータ消えますのでどちらの方法で消していただいても大丈夫です そしたらですね、テーブルを作成していきましょう。テーブルを作成する方法は、表をテーブルに変換するという風になりますので、表を全部選択しましょう。表をこのように全て選択したら、ここの上のところ、挿入のところをクリックしましょう。挿入をクリックしましたら、この中のテーブルというところがありますので、このテーブルをクリックします。 そうするとですね、このようなテーブルに変換するデータの範囲を指定してくださいという画面が出てきまして、下の方にですね、この A の3から E の6というふうに点線が、こう今出てるところが選択されている状態になっています。で、この状態を確認していただいたら、この下の戦頭業をテーブルの見出しとして使用するというところ、必ずチェックが入っているのを確認してください。 チェック入ってなかったらクリックするとチェックが変えられるので必ず入れましょう。これは何を言ってるかというと戦闘行というのは一番上の行ですね。 この行が見出しとして項目が入力されてますかっていうチェックマークのリストになります。なので必ずチェックマーク入れておきましょう。そうするとですね、OK を押すとどうなるかというと、先ほどまでの表が少し変わりまして、一番上の項目のところ、この下向き三角形がついたのがわかります。それにプラスしてですね、ここ1行金にですね、この青色の色が入ったのがわかります。 そうしたらですね、この木村さんの下にですね、後藤さんを追加していきましょう。そしたら下のところに後藤という風に文字を入力していただいて、これで後藤さんが入力できました。で、エンターキーで確定するとですね、このように先ほどの係線がですね、自動で反映されているんですね。そして、この合計のところももう0って入力されていて、オートフィルをしなくてもですね、自動的にこの合計の計算も反映されるようになっています。 そしたらですね、この国語のところを入力していきましょう。じゃあ100点を入力していきます。じゃあ数学と英語も入れていきましょう。100点と100点ですね。このように自動的に合計が300点になっているのがわかりますよね。そしたら右側の集計の方を見ていただくと、先ほどはですね、緑色のマークが出てきて、クリックすると警告マークが出てきたんですけども、特に出てないですね。で、ここの合計とか見ていただくとですね、ちゃんと300点になって反映されてますね。 この最大のところも全部100点になっています。そしたらですね、数式の中身を見て確認していきましょう。じゃあ合計の国語のところですね、ここにクリックをして F の2を押します。そうするとですね、このようにサム関数、合計を表す関数ですね。 で、これを B4 から B7 ということで、B の4番から B の7番を合計してますよというふうに出てます。先ほどまでは B の6番だったはずなんですね。なんですけれども、このテーブルっていうのを使ったことによって、新しく追加したこのデータというのが自動的に反映されてくれるというふうになったので、もともとあった関数もですね、自動的にこのように反映してくれるんですね。なので、このように入力するデータの中身がですね、どん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 追加される。 そういう予定がある表には、 このテーブルというのを使ってあげるようにしましょう。そうすることによって、後から追加する項目があった時に、自動的に他のところにも反映してくれるので、表を作るときはテーブルにするというのを心がけてやっていきましょう。そうしたらですね、テーブルにしたことによって、この下向き三角形が項目のところについたと思うんですね。これのことをフィルターと言いまして、このフィルターはすごく便利な機能を持っています。その好きなところだけ残して、そこだけを表示したりということが、このフィルターを使うとできるんですね。 じゃあ、例えばですね、合計点数が高い順に並び替えたいという時もあると思います。そういう時はどうするかというと、この合計のこのフィルターですね、下向き三角形合わせると、このように指のマークになりますので、ここをクリックしましょう。そうするとですね、ここに小順と高順というふうに出ていると思います。で、小順というのは点数が低い順になります。高順というのは点数が高い順というふうになりますので、高順というのを押してみましょう。 そうするとですね、このように300点、170点、150点、140点、点数が高い順に並びました。そしたらですね、合計点のところをもう一度押していただきまして、小順にしてみましょう。そうすると、このようにですね、点数が低い順に並びましたで。これも他のところでも同じようにできます。このように数学のところを合わせていただいて、クリック。 そして、公順にしていただくと、数学の点数が高い順に並び替わるということになります。この並び替えなんですけれども、しっかりとですね、数学とか英語、並び替えると、この後藤さんの点数が並び変わったということで、しっかりとですね、国語とか英語とか合計点もですね、全部連動して並び替わるようになってます。そしたらですね、名前順に変更してみましょう。名前順に変更したいときはどうするかといいますと、ここの小順と公順、どちらを選ぶかというと、 正順を選ぶと先頭から順番なので、i ゆえ順になります。公順というのは後ろから順番になりますので、名前順にもししたいという場合はですね、正順というのを選んであげましょう。そうするとですね、このフィルターを使うと名前順にするっていうことも簡単にできるんですね。そしたら次はデータを抽出する方法をやっていきましょう。データを抽出するというのはどういうことかというと、例えば木村さんと鈴木さんだけここに表示したいという時もあります。そしたらですね、ここの名前の横の このフィルター、こちらをクリックしましょう。そうすると、この下のところにですね、チェックマークが入っているんですね。このチェックマーク何かと言いますと、ここが今、チェックが入っているところが、今、ここのテーブルに表示されているところですよ、という意味になります。なので、例えばですね、この後藤さん、これをですね、チェックマークを外しましょう。クリックするとチェックマーク外れます。で、OK を押しましょう。そうするとですね、後藤さんのところだけが見えなくなりました。 このようにしてフィルターのチェックマークを外すとですね、その人だけ表示しないということもできるんですね。そしたら田中さんもやってみましょう。田中さんもこのフィルターのところからクリックしていただいて、田中と書いてあるところのチェックマークを外していきます。で、OK ですね。こんな感じにすると田中さんも見えなくなるということなので、これはですね、削除したわけではなく見えなくしているというだけなので、復活もできます。 ここのフィルターのところをもう一度クリックしていただいて、このすべて選択という一番上のところですね。これを押してあげると、今チェックが入ってないところをすべてにチェックが入るようになります。そしたらすべて選択しましょう。個別に入れるときは一個一個チェックを入れていただければ大丈夫です。そしたら OK ですね。そうすると全部表示されました。このデータを抽出する方法に関してはですね、名前だけじゃなくて、こういう点数のところもすべていけます。例えば、国語の点数が100点のところだけ見せたくないなと。 いうときは、国語のところを選択し、ここに50と100ですね。ここの数字というのは、ここに入力されている数字のみが表示されます。なので、ここの100のところをチェックマーク外して OK。そうするとですね、このように50点だけが表示されるというふうになります。そしたら元に戻してみましょう。じゃあ、クリックをして100点のところをチェック入れて OK ですね。このように元に戻せますね。今回はテーブルの作成方法とその使い方を紹介していきました。 テーブルを作成していただくと関数でそこを指定していた時もこのように自動的に関数の部分も反映されるということになります。また、 テーブルにするとですね、このように一行ごとに色がついたり、このフィルターというのが項目につきまして、このフィルターを使っていただくとですね、並び替えが標準と高順で簡単にできたり、あとはそこの部分だけを抽出して表示するということができます。なので、追加するデータがある表を作るときには、このテーブルというのを押していただくとすごく便利な機能になりますので、基本的に Excel で表を作るときには、テーブルを使うというふうに心がけてあげましょう。